お家でもビヨーンズ学校。ビヨーンズの高瀬くるみです。今日はあの人が授業をしてくれますよ。お家でもビヨーンズ学校。ということで今日の授業はビタミンズメンバー兼ビタミンエキスパート、この私くるみん先生のビタミンについての特別講義を行います。お家でもビヨーンズ学校生徒の皆さん、どうぞよろしく。今回の講義の内容は野菜や果物に含まれるビタミンについて。ところで皆さん、ビタミン B はもう見てくださいましたか？見たよって方もそうでない方も、この授業が終わったら必ずこのチャンネルに上がっているビタミン B を見に行くこと、いいですね。今日はそんなビタミン B の中に出てくる3つのビタミンをご紹介したいと思います。ビタミン A は生活習慣病から体を守ったり免疫力を高めてくれるとされています。がん予防にも効果があると言われています。そんなビタミン A を含む野菜は、曲中で紹介している人参はもちろん、シソ、モロヘイヤ、ほうれん草など。ビタミン A が不足するとドライアイや暗いところでの視力低下につながります。口内炎を引き起こすなんてことも。ただし過剰摂取もよくありません。サプリメントなどで摂取する際は十分に量を気をつけましょう。ビタミン C には美肌効果があるとされているわ。免疫力や抵抗力をアップさせてくれて、ストレスにも強くなるみたいよ。そんなビタミン C、多く含むのはアセロラ、トマト、グアバ、赤ピーマンなど。ビタミン C が不足すると風邪などを引きやすくなったり、シミや肌荒れができやすくなってしまうの。毎日を元気に楽しく過ごすためにも、食事でしっかり摂取したいわね。ビタミン E は生活習慣病の予防に効果があるとされているわ。血行を良くする働きもあると言われています。そんなビタミン E を含む野菜は、曲中に出てくるものだとかぼちゃ、その他にも枝豆やベーナス、落花生なんかにもビタミン E が含まれています。ビタミン E が不足すると血行が悪くなり、肩こりや冷え性につながります。そして肌のくすみにも影響が出てしまいます。でもちゃんと食事をとっていれば不足することはあまりないようなので、安心して。さあ、ここまで3つのビタミンを紹介してきましたが、理解できましたか？野菜や果物を積極的に食べて、ビタミンをチャージしましょう。それでは今日の講義は終わります。それでは皆さん、ビタミン B のミュージックビデオでまたお会いしましょう。